シャーやっていこう。メモリーピースミッション。エクスカリバー艦隊でやってみたいと思いまーす。はい、ごめんなさい。はい、どうもナスンです。まあ、正味ね、これしか言うことないんですよね。とりあえずエクスカリバーを、まあ、ミッションちょっと困ったイコールエクスカリバーを使おうということなので、ダメオなし4体でビシャモンテン。うん。ダメオなし4体でビシャモンテンやっていこうと思う。メモリーピースミッションなんでね。で、これは、これね、HP0 でこいつら倒しても、ビットンとシールドを倒せなくて負けになっちゃうんで、これは細心の注意を払っていきたい。で、みんな固まっていきたいね。そう、これが、はあ、このターンで逃げるから、あの、プニとカチを HP0 で倒したら負け判定になっちゃうんですよね。だから、そこは気をつけたかった。ミッション 2P のね、エクスカリバーだけが浮いてるんだよな。オッケーオッケー。で、プニをなるべく残したのは、これ減速を食らうためですね。はい。で、まあみんなで固まって、オッケーオッケーオッケー。お、強い強い。お、強いね、これ。まあいろんなパーティーがあるわけですが、このメモリーミッション。例えば、まあ有名なんだと、ロビン艦隊とかだな、簡単にいけるのかな。で、僕、ロビン持ってない。エクスカリバー4体しか持ってない。で、人はまあこういうデッキを、こういう編成おすすめですね。うわ、あ、でも、まあ、甘いか、オッケー、強い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 。で、ダメは4面なんで、これは、どうしよう。ね、これはちょっとまずいですね。いや、でも、いや、いける?いけ、いけ、おーっと、オッケー。で、これはこの段に突破してくれるんで、別に HP0 でも OK。で、バリア、一応こいつあるんだけど、今回に関しては全く意味がない。で、放電でこの重複ダメ。おい。おい、いやーちょっとそれは 4P が、あーでもこれはあいつで減速もらおうか。いや無理か。いやさすがに耐えられないような次の攻撃いきます。あーよし、やっていこう。エクスカリバーできるだけ固まって、できるだけ固まってみんなに多く当たれるようにしたい。 OK、 おー、ナイス。で、これは、ジャビに拾って、オッケー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 、減速して、いや、それは危ないんじゃないのか?あーよし、やっていこう。オートジャベリンチャレンジ。ミシャモンテン、過去メモリーピース。いや、その横は、いけー、 あと一発。いや、ガチで頼む丸。ほんまに頼む丸。絶対に負けられないジャベリン異物混入チャレンジということで。何回目だこれ。よし、やっていこう。まあ、ボス戦まで行ったから行けると。はい、アイテムを使わせていただきます。はい。で、これで OK、ゾンビナイス。で、ここの3体残しは地味に偉い。で、これ友情拾ってプニ勝ち。いや、勝ちプニ勝ちの、はい、停止というわけで。勝ちプニ勝ち OK。で、これで停止。はい、次、2体逃亡。で、その次は南北分裂ということで、はい。で、小西カリバーでこれはちゃんと3体分の友情を拾う、ましょうね。拾って、いや、拾わなくてもいいけど、まあ、できりゃ、いや、拾えなかったと。で、ここのプニ2体残しが地味に偉いと。で、これで、まあ、プニで完全に減速して、いや、予定変更。砂時計拾って、はい、OK。で、こいつら次逃げますと。はい。で、次はみんな大好き、上杉謙信のコーナー。で、今、HP が絶対価値の間に挟まってるから、いや、割と挟まってなかったから、これは普通にやっていけ。おや、そこね、当たれないのはね、よくないよ。よろしくない。いやー、そこはね、バカじゃないの。んで、これはちょっとお狙いしましょう。プニとの間でシールド。あー、いいね、減速。で、ナイス、ジャビリン、OK。で、次 3P が痛いね。
オッケー。で、地味にプロテクションが効いてるぞ。効く。で、オッケー、ナイス。まあ、ゼロ突破でもしゃあないと。で、次 4P がみんな大好き、ビシャモンって本人さんの登場。お前そろそろメガネ取れやということで。はい。いや、そこの位置は悪んご。でも、ちょっと放電で割りといけるんごと。おい、放電強いんご。んで、1P、あ、君か。剣持ちジャベリンなので。痛い。このターンに決めますと。このターンに決めるには、ナイス、放電というわけで、はい、放電は強い。放電正義。で、SS 短縮も地味にできてる。で、次 2P で、次、ゾンビとカチプニのやつだったっけ、確か。はい、です、そうですね、はい。はい、そうですね、と言わんばかりに、はい、次。こう行って、こう行って、こう行って。あー、でもそこゾンビ一体だけ。あ、でもこいつら、こいつ蘇生ないのか。蘇生ないのは偉いんご。で、次、コニシカリバーなんだけど、これは、どうしよう、打つか打たないか。究極のクエスチョン。いや、これは、こうして、カチンと停止と。カチンと停止して、こいつ一体残したのは偉い。なぜなら、単調整ができる &SS 短縮がもう思う存分できる。OK。SS5 ターン。よし。で、次、ボス戦参りましたということで、はい。こいつの位置は割と良さげ。で、オートジャベリンがシールドに座れないことを切に祈るだけ。2体当たれたのは偉い。いやー、ちょっとそこに飛ぶのか。んで、これは、プニン勝ちで停止して、プロテクションを利用しつつ、プニン勝ちで止まって、OKOK。で、ちょっとシールドに座れてる丸。いけ、耐えろ、バカ野郎。OK。バカ野郎、OK。んで、コニシカリバー打って、底力あるから持っていけるんじゃないの問題と。いけ、いや、強いね。やっぱりオートジャベリンは強かった。んで、次、これ、コニシカリバーが打てないと。はいはい。あと1ターンだね。はい。で、4P が、あー、これめんどくさいな、地味に。とか思いながら、OKOK。で、これ、戦場にみんな、おお、弱点あるじゃん。小西カリバー全力ぶっぱ。いや、全力ぶっぱの前に、ちょっと、もうちょっと待ってくれや、っていう感じで。いや、どうしよう、打とうか、打たまいか。世の中にはね、世の中には、出し惜しみという言葉あるが、これはどうしよう。次は、貫通ホーミング。いや、これ、バカ野郎。OK、吉田茂、OK。んで、次、2P で、2、3で、ちょっと3がね、3カリバーがどうなるか、頼むぞ。で、これは、放電で削れますね、ということで、はい。OK。ナイス放電。うわ、強っ！やったー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 ！ガチで語彙力ごめん。いやー、勝ったー。よし、小西カリバー最強。メモリーピースナイス12枚いただきますと、重心力2つ地味に不足してたんだよ、これが。ナイス、ほんまにナイス。あー、よかった、ほんまよかった。これで動画終われる。バイバイ。